ブカレスト北駅、またはブカレストノルド駅は、ルーマニアの首都ブカレストにある、ルーマニア最大の鉄道駅である。東端式ホーム型の8面14線のプラットホームを有する。1日にあたり、約200本の列車が発着し、幹線が集中する、ブカレストのターミナル駅として機能している。北駅は、ローマンマイナスガラチブカレストピテ,シティ間を結ぶ。 鉄道の開業に合わせて1868年から1872年に掛け建築された。当初は近隣の通りにちなんでトゥルゴビシュテ駅と呼ばれていた。現駅名は1888年からのものである。その後、輸送量の増加に伴い駅の拡張が順次行われていた。1944年にはドイツ軍の補給路を狙った連合国が 駅やその周辺に激しい空爆を行った。独祖線では、ルーマニアの鉄道網では重要な拠点で主要な出発点でもあった。1950年から1990年までの社会主義時代は、鉄道輸送が最高に達した。1969年2月、電車駅が電化され、ブラショフとブカレスト間の電気鉄道セクションを終え、その後は一時的に、 経済的な低迷も相まって輸送量は急減してしまった。現在では駅内部の改修が進み以前に比べ明るい雰囲気となっている。ルーマニア国内の都市間列車をはじめ欧州各国からの国際列車が乗り入れている。また、ブカレスト市内交通ではブカレスト地下鉄 M1、M4 号線のほか、市電や路線バスの各系統が乗り入れている。 ありがとうございます。